はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ローガーディアンです。さあ本日なんですが、ローの祈りによりね降臨させていきたいと思ってまして、ローガーディアンデッキ、まあ粛清デッキですね、組んできたんでご紹介していこうかなというふうに思ってまして、ローガーディアンっていうモンスターもともといたのを覚えてますかね皆さんね。このローの祈りから爆散するこのローガーディアンっていう謎のモンスターね、これがあの令和になんかあの魔改造されてデッキ手になったのが粛清っていうデッキなんですよ。で、まあ、これどういうデッキかっていうと、光属性の、まあ、あの天使族の儀式モンスターであるこの粛清なる守護者ローガーディアンっていうこいつが魔改造された、これがなんかめっちゃ強いっていうテーマになってまして、これ祈り手ローちゃんがね、こいつがいる場合打点が2050上がるんで4100段になって、でしかもなんか相手の発動した効果何でも止めるよみたいな効果毎ターン使えるっていうね効果があって、これがですねこの盤面を作っていくっていう感じのテーマになっています。で、どっちタイプ的にはミッドレンジ系なので、なんかイメージ的にはそうだな、なんか双剣とかあとまあラビリンスとかあの辺と似てるようなあのリソースをまあ一応の、結構その残して、継続的に戦っていくっていう、爆発的な妨害はしないけど、まあマストカウンター決めて、リソース勝負をしていくみたいな感じのテーマですね。だからそういうのが好きな方はぜひ使ってみていただきたい。で結構勝てるのがこの粛清なる結界っていうカードがあって、これ対象耐性があの付与できるんですよね、自分のフィールド上の光属性モンスターに。なんで、まあ、対象耐性を付与した祈りでローとローガーディアンで、まあ、マストカウンター決めながら戦っていくっていう感じの、まあ、デッキになってます。で初動も結構安定するんですよねこのデッキ、あのローとかあと、まあ、ディバイナーとかこの辺全部1枚初動になってますし、あと、まあ、あの下準備とかにも対応してるんですよねこれ。なので、結構儀式テーマってやっぱり安定感が結構重要になってきて、要は結局素材プラス儀式モンスタープラス儀式魔法っていう3枚コンボになるんですけど、かなり揃いやすくなってますんで、一番初動もある関係上ね、なので動かしやすくはなっております。で魔法カードを使わなくても儀式するっていうのがインチキ効果もありますので、一応魔法カードをメタされてもあのワンチャンあるっていう感じの、テーマですね。でこのテーマ結構強くて OCG の方でも ICSG とか優勝したりとかするんで、注目テーマではあると思うんですけど、問題点1個あって、マスターデュエルに来た粛清、あのねコナミ君何を思ったか、あのカード設定で UR をめちゃくちゃ多くした結果、あのデッキバリ高えっていうバリ高えんですよ。 UR 見ていただくと分かる通り、もう37倍ぐらい入ってるんですよね、行かれてまして。なんで正直ここまでの UR 作るんだったら別のデッキ作った方がいいみたいな話あるんですよ正直。なんでちょっと組みたい方はぜひ計画的に組んでいただければなと思います。はい、早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。魔改造されすぎなんだよなこのデッキマジで。さローガーディアン、ローの祈りから出てくるローガーディアンの方何も関係ないんだよな。ちょ、魔改造されすぎて本当別デッキになりすぎてる問題はめちゃくちゃあるんだけど、マジで一回、あ、はい、ここが春ら打たれ毒みたいなとこあるんでね、こう手札的には。はい、あ、全然いいですよ、問題ないです。そしたらとりあえず下準備しましょうか。下準備対応してるのはマジであのでかいね。ローの新しい粛清のローガーディアンがこのローのなんかその2枚をサーチできるのはめちゃくちゃ強いと思う。はい、ただローガーディアンももうちょっと活躍させてほしかった個人的にはあまりにも魔改造なんだよなこれ。ちょっと祈り手ローさんの要一体でリンクス召喚さ、あ、リンクス召喚、儀式召喚させてもらって、で魔改造ローガーディアンかっこいい、来た魔改造、来た魔改造おじさんからのローの効果発動って、このローガーディアンっておじさんじゃなくておばさんか。ローガーディアンはこれあれか、祈り手ローがなんか、あ、はい、無限法要、はい、すいませんでした。無限法要はちなみにあ、これ無効にできんな無効にするか、サグラビスの効果と、対象に取る効果を無効にすることができます。はい、最強ですね。まあ、ローガーディアンは通んなくて、まあ、妨害を残せるんですけども、まあ、一応通った方が強いみたいな話あるんで、グラフでいいな。で、ローの効果発動して特殊召喚して、ほんで、ロー効果発動する。で、一回祝福置くか、この場合だと。で、一回モンスター特殊召喚すると、祝福が反応して儀式召喚できるよみたいな効果あるんで、アルミラージ出しまして、でそうすると、祝福の効果でペンデュラムグラフが出せまして、でこれで魔法カードを無効にできるよみたいな盤面になりました。かっこいい、
これ召喚ムービー連打できるのマジこの激アツやな。でまあこれは一応墓穴ケアできているので、ダイナモード出しに行って OK でかっこよくない？これ召喚ムービーめっちゃ連打できるじゃんこの一気熱い。で粛清なる祝福の効果によって、祈り回収しておいて、祈り回収できるんだな、これあれか、あ、まあ、まあ、あんま関係ないか。祈り持ってくる OK でこれでね、エンドですね。これ墓穴打たれても一応ペンタグラフあるんで、まあ、耐えてますね。Bステップ上げマジできついんでやめてください。はい、でダイナモンドさんの効果を発動。ダイナモンドさんの効果により自分の墓地からローガーディアンを特殊召喚。キュイーかっけえマジ召喚ムービー入れた。でローガーディアンが特殊召喚されたため祈りでローの効果を発動。祈りでローが墓地から特殊召喚。キュイー、そして祈りでローの効果を発動。さらに粛清カードを1枚置くぜ。よし、まあ、理想ムーブ一応できたんじゃねえか。一応ね、なんかうららも無限ホイールも無駄だけど、なめミラーだどっちが本物のローガーディアンか決着をつけようぜっていうことね。いいだろう、相手にとって不足はないぜ。坊や驚いてね、坊やくしくも同じ構えか。坊や粛清なるローガーディアン来た、いいよ。いやー、もうそれはもういいよ、別に大丈夫。まあ、とりあえずなんだっけ、なんか破壊と無効と魔法無効あるんで、まあ、結構無効にはできますね、これ盤面的には。あー祝福、なるほど、祝福か、祝福だりーな、祝福。あー、まあまあまあ、ちょっと一回スルーします。はい、とりあえずあれですね、墓地のモンスターの効果使ってきますよね。あー、なるほど、それは止めざるを得ないか、それは止めざるを得ないか。ちょっとアドバンテージを稼ぎすぎ問題が発生するか、まあ、ちょっと一回止めまして、で龍騎神サフィラの効果があるフェンダルスケールに置いて、でさらにモンスターの特殊召喚、うわ、覇王白龍、オットアイズ、ウィングドラゴン。誰これ、ペンタルグラフってなんかそういう感じで、エクストラからなんかモンスター出せるんですよ、オットアイズ系の。はい、一応なんかオットワイズのなんかボルテックスとか出したら攻撃表示バンスできるとかそういうのもあります。はい、で粛清なら祝福効果、なるほど。いや、まあちょっと一旦ね、回収は全然問題ないです。一切これ素材がねえのか、つまりこれ回収するってことはこれ素材がないってことです。ローないだ、これ多分ローがロー持ってないってことだよね、多分。よしよしよし、相手何もできんかったらしいぞ。これあれかな、回収効果の方は使っていいな。デッキに返しおじさんして、返しおじさんしてからのサーチアイ入る、まあ、一応ローカーなんか加えてきますか。効果とかいいえ、でこうして、で相手乱もできなくて爆発していくスタイル、まあ、普通に殴ったら勝てるやろこれで。オットアイズペンタルグラフドラゴン戻って加えて、あー強いねー、さすがに強いねリソースやばいね、リソースさえぐいねこれ。ああ、そうだよね、対戦ありがとうございました。このデッキマジ高すぎなんだよな、マジでいかれてるんだよな。なんかUR の数がさ、なんかそれ OCG の方ではちなみにこの粛清デッキって結構安いんですよね、確か。なんかOCC の方では組んではないんですけど、自分個人的にはね組んではないんですけど、確かなんか5000円とかで組めんじゃなかったかな、なんか全部割と安くて、なんかマスターデルだと2万円課金しても組めないって言われてますけどねはい、ジェム1万では到底組めないと言われてますけどね。墓穴、はい、すいませんでした。じゃ、そんだけ嫌なら無限ホイ打つか、そんだけ嫌なら無限ホイ打った方がいいんじゃないかな、これ。これちなみにこいつ無限ホイ打つとめっちゃ強いのは、これ長官権追加もなくなるんですよね、将来神の効果無効にすると。だから一回そのなんかリンク召喚とかして、開門の効果で蘇生する動き していかないと多分手勝つになんもなんなくて、これそうすると G が多分結構通るから、裏があったらマジで本当にぶっ壊すけどね。これまだね全然動けるっていうね。でアルミラージ、はい、で効果起動されます、で手札捨てます、蘇生しますの効果に G 打ちます。いや、これマジで通してほしい、頼む。それうららあるやん、絶対うららコストはさすがにうららあるよこれ。やばい、取らない、
あ、通らない。うぜえうぜえ、マジクソうぜえ、マジで。マジか、通らないか。いやー、そうなってくると話変わってくるな。無限法要でも打ったかないとな、展開かな。いやー、これどうな起きるんだ。あ、リトルナイトか。でも言うて、あー、じゃあ別にそんな大したことないか。リトルナイトってことは、まあ、オッケーオッケー、全然オッケーオッケー、それは全然オッケー。まだまだ いける、まだ入ってる。あー、粛清なる結界強い、粛清なる結界強い、粛清なる結界発動する。いや、これはまあ一応手札揃ってはいるんで、儀式召喚自体はできそうな気がしますけど、ただ問題はあの手札が 何かって話ですよね。あとはローですね、持ってくんの。さすがにこれを持ってきて、で魔改造サフィラの効果発動して手札からぶん投げて、ローガーディアン系のモンスター持ってきながら、儀式を墓地に落とすとかいう やばすぎる効果。これなんか儀式もね結構強くてね、なんかローがフィールドから離れたりとかするとなんかもう一回ローが出せるとかそういうね、あの効果ついてるんで、墓地の効果で割と強いっていうね。まあ、ちょっと一回ね、サフィラちゃんの効果どうしましょう。で、墓地から除外して儀式召喚できますよという効果、粛清なるローガーディアンおじさんを出しに行って、 OK で、おじさん出てくる効果発動、おじさんかおばさんか知らんけど出てきて、ちょ、わらしケアするか。粛清の祈り手ローの効果チェーン1、チェーン2、うらら、これ何なんだろうな、マジで。手札、手札これなんだ。多分あれ、ロータスとかじゃないんだよな。で、ユベルだったら多分出してるから、あのファントムを、ってことはユベルでもねえんだよな、あの手札。あれ何マジで、あの手札何なのか問題ない。あ、G かい、どうしよう。なるほどね、ここまでガメしたってことね。あー、ガンマケアか、なるほどな、確かに。まあガンマ入ってるもんね、普通に。いや、まあとりあえず持ってきて、まあ G 通っちゃったらしょうがないんですけど、まあとりあえず出します。50の打点をかましに行く。で、祈り手ローちゃんの効果と、粛清の、あ、粛清の祈りの効果、これで起動できるのか、強いなこれ。祈り効果発動、ローガーディアンが除去されたのでローガーディアンが出てこれます。強すぎ、ワロタで、ローの効果、さあローの効果によってさらに、粛清系のカードを置くことができちゃって、祝福置いていく。おい、祈りによってローガーディアン爆弾、バカめ、除去してももう一回出てくるぜ。ふん、ただ2枚ちょっとあれだな、ドローさとうぜえな。回収できるか、で祝福で回収、祝福で、これはサーフィーラディかで、これでバトルか。 G 通されてるのでバトルフェーズ入ります。ぶん殴って50ダメージ、大ダメージ、50の大ダメージ。3つ、セット、まあ弱くはないですけどね。一妨害とあと一番破壊が入るんで、あと祝福もあるんで、一応サウラビスも一応儀式召喚できるかな。はい、ユベルがやばいのはこのローガーディアン4100打点あるんで、あの2体で突っ込まれると死ぬんですよね、一瞬で。あのナイトメアペイン発動された状態でね。だからこの打点が高すぎるっていうのも問題で、ユベル相手にした場合マジで本当秒殺される可能性があるっていう、それだけだな。開門、はい、シュアーマ、なるほど。これ結構、あ、一行発動して、ちなみになんですけど、これガチでやばいのは、あのこれ今から破壊するんですけど、これ普通リトルナイトって飛べるじゃないですか、モンスターこうなんかカードの方が発動すると。今なんか結界が発動されてて、こっち あのローガーディアンとローが全部対象取れないんで、あのリトルナイトを逃げられないっていう。あいつ、あの逃げる効果対象取るんですけど、ローガーディアン君、あの結界の効果で対象に取れないんですよ今。ローガーディアン君とローの祈りさんが何にも対象取れないんで、リトルナイトはただただ死ぬだけっていうね。これが結界の強さだね。ちょっと待って、あとはさ、これあ、ローね、お、いいやん。あとはちょっと待って、これ相手の手札にさ、スピリットオブイベルがある可能性を考えないといけないってこと。ファントムオブイベル出すかどうかって言われると怪しいもんね、この状態で。スピリットオブイベル、これ構えとくだけの方が強い説あるじゃん、相手これ的に、手札的にね。ってことはだよ、ってことは逆に言うと、これスピリットオブイベルをケアしなきゃいけないってことでしょ、これ。俺
え、スピリットオブウィメンでこれどうやって気がするのこれ。やばい、わからない結界の効果取り合いで使うわ。結界に効果取り合いで使わせてもらって、あー、うらら、はいはいはい、どうぞどうぞ。うららはいいですわ。うららは どんだけうらら持ってる。うらら3枚全部1体なんだ、墓地にな。これでこれでもう俺をうららするカードはねえな。サフィラちゃんの効果発動します。サフィラちゃんの効果起動して祈り墓地送って、特定のカードを手札に加えていく。おっとペンダルグラフ出てくる。龍騎士サビラの効果発動する。龍騎士サビラの効果発動して、とりあえずペンデラムグラフを出していく。で手札のローちゃんをぶん投げて、で爆弾させていく。まあ、基本的にはこれで殴ったら勝ちな、話あるじゃないですか。いやマジでこれ相手のスピリットオブイベルがガチでめんどくさくて、スピリットオブイベルっつって出てきて効果って言って、でローガーディアンで破壊って言うと今度イベル出てくるんですよねマジでスピリットオブイベルだけはマジでケアしないと本当にやばい。マジでこれ、この返しのターンで負けるまであるから。普通に一旦サグラベスまで出して、でもこれ結局これでもケアできてないか。やばい、これどうすんの俺。結果くよ、これどうすればいいのこれマジで。ちょっと待って、リトルナイト出しに行けばいいか。リトルナイト出しに行けばいいんすかこれ。ちょっと待って、混乱してきた。やばい、出したモンスター全部不安にしてる。ダイナモンド出すでしょ。でダイナモンド出して、ダイナモンド出します。ダイナモンドの効果を起動しません。あ、てかリトルナイト出せばいいんだから別にあれか。これ一回リンク召喚する必要もねえのか別に。なんか意味わかんないもんしょ。意味わかんないこと、まあいいか。意味わかんないことしたけども、ちょっと待って、リトルナイト出すでしょ。こことここでなんかすごい、何このもったいない展開。意味わかんないことしてるわ。リトルナイト出しました。はい。でこれでリトルナイト効果使いますんで、バトルフェイズ。はい。でスピリットオブこれなんか光ってんな。なんだ。これで大丈夫。スピリットオブ出てきても無効にした後でリトルナイトで飛ばせるから。あ、無限王よかい。なんか意味わかんない、意味わかんないことしてもうたわ。意味不明展開してもうた。対戦ありがとうございました。ローの祈りかわいいローガーディアン出したすぎて、ローガーディアンセットを入れました。私はローガーディアンをドヤ顔で出すためだけにローの祈りとローガーディアンを入れるという、あまりにも何意味のないムーブをして差別化を図ろうとします僕はいやローガーディアン、ローガーディアン活躍させたかったんだよ俺は。ローガーディアンのザコローガーディアンの方で、ね、将来心どうぞ。はい、すいませんでした、何もありません。ローガーディアンとかいうゴミ入れた結果言う恥ずかしさになってるんで何もありません。すいませんでした。はい、 OK です。言えるかな。いや、まあ、マジでね、おすすめはね、粛清とかで組んでる場合じゃないですよ。粛清とかいうなんか UR 鬼ほど入ってるデッキ組んでる暇あったらマジでユベルかなんか組んだ方がいいです。炎王とかマジで粛清拡張性は特にないからね。ちなみに一切のなんか他のできる出張できるパーツがパーツであるとかそういうことはないから、一切粛清は粛清でしか使えないから。基本的には光属性のなんか儀式、モンスターでドラゴン族戦士族ってほとんどいないから。ちなみにスプライトスターターだとこれがあれか、噂のあれかスプライトユベルってやつ、スプライトユベルってやつ初めて見たの。これ強いらしいですね。さあギガンティックスプライトの効果が発動されていく。史上最強レベル2のモンスター特殊召喚エレキツネは誰。やばい、ちょっと意味がわからない。どういうこと何これ、ちょガチで意味がわからない。意味わからない、わからない場面来たぞ。トラップトリックは、トラップトリックでギブアンドテイクか。なるほど、ギブアンドテイク、はいはいはい。でギブアンドテイクの効果、墓地からモンスター蘇生して自分のモンスターレベル上げられます。誰ですか、ボルテスター。誰だよマジで、お前全員誰誰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 。あ、リンク先全部破壊する。なるほど。エレキスの効果は相手によって破壊されたらこのターン相手は魔法トラップモンスターの効果発動できずモンスターを特殊召喚できない。えやっばっ、でもやばいこと言ってない、ちょっと待ってなんかやばいこと言ってるぞ。え、待ってこの方はやばい、何もいけないじゃん。
カラミティやん。なんか次世代のカラミティ来たわ。やばい、ちょみんなやばい、ちょっと待って、次世代のカラミティ来た。エレキステとかいう意味不明モンスターよって俺何もできないかもしれない、これ。ということと、カラミティがいなくなったから次世代型カラミティの研究をしてるっていうことでいい。いや、それにしてもさ、エレキステって誰やねん。